フランソワ・チャーはカンボジア系アメリカ人の俳優である。ABC のテレビシリーズ、ロストのピエール・チャン博士、映画21オーバー最初の二日酔いのチャン博士役で知られる。カンボジアのプノンペンで中国人とベトナム人の家系に生まれる。6歳の頃に家族でホーチミン市に移る。7歳の頃にベトナム戦争のためにフランスに移住し、さらに1年後には アメリカ合衆国ワシントン DC へ移る。大学卒業後にはロサンゼルスへ移り、現在も妻と娘と共に住んでいる。中国人、日本人、文族など多くの民族のキャラクターを演じる。SF シリーズ、ジェミニディビジョン、ジェミナイディビジョン、ロスト、エクスパンス居住目覚める隊などに出演。この他にテレビシリーズでは、24位、24マイナス、 スターゲート SG-1、ザユニット米軍極秘部隊、ナンバーズ天才数学者の事件ファイル、ER 緊急救命室、ベイウォッチ、エイリアス、シャークカリスマビンワン検察官、グレーズアナトミーコインの解剖学、犯罪捜査官ネイビーファイル、ミディアム霊能者、アリソン・デュボア、チャック、シン・チャーリーズ・エンジェル、NCIS、LA 極秘潜入捜査班、ハワイ・ファイブ・オーなどに、 ゲスト出演した。コンピュータゲームウィングコマンダーシリーズにも出演した。他に、クリス・ブラウンのミュージックビデオファインチャイナにも出演した。ありがとうございます。